ドカモトカリカモン。もうどこがカリスマなの、うん、もうこの気持ち悪い。そう、それないんです。知らない、竹下さんに聞いて。それは竹下さんが悪いみたいな感じ。今日はですね、巷で噂のペヤング激辛マックスジエンド。本当に終わっちゃってる。ちょっと俺と共演サブちゃんで食ったけど、あーあれまっぱやばい。キーラボの要素マイナス2ですからね。はい、ということで、まあ別企画でちょっと変な格好してるんですけど、これはもう流してもらって。辛いのに強いのがまあここ2人だけ。俺だね、まあ、モブ以下、モブ以下、モブぐらい、うん、まあ普通に食いたくないんですよ。ということで、なんとか美味しく食べる方法を見つけるということで、1人1品ずつアイテム、なんでもいいんで買ってきてもらって、それをお供に食べる。で、一番スルスル食べた人がまあ勝ちじゃないですか。まあとりあえず美味しく食べるにはやっぱ辛さを激減しなきゃいけないから。普通のデブじゃない。どうもデブです。まあ大体みんな決まってるでしょ。俺パッて出てきた。そってことはもうみんな被るかもしれない。そう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 、かぶっても別にいいのよ。まあね、まあ確かに。そういう客じゃないから、うん、何が一番合うのかです。まあまあ美味しく食べれればね。普通のデブじゃねえか。ということで、じゃあアイテムを紹介していきましょう。かぶってないとおかしいからね。もうこれしか考えないの。俺もね、これしかない。うん、何今の動き。何、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。なんか小刻み。これしかない、これしかない、これしかない。はい、じゃあ京平さん、何ですか。辛さを消すには甘さだと。このスイート界のトップオブザキング、チョコレート。完全カリスマじゃない。まあね、甘いっていうね、心理は合ってるよ。まあ、私はこっちホイップクリーム。あ、ひっちゃんばかりし、ひっちゃんデブ。それぐらいなら、だって京平の方が甘い。こちらです。もうアイス。それっていいの。ちょっと待って、質問もおかしいやつ。え、麺だけじゃないこれ。え、じゃあ、ノリさん、何。俺、カルマだ。めちゃくちゃバカ。お前、バカやん。だから、言われた時めっちゃドヤ顔で、もう、俺しかないやんって。お前、辛さ出てんな、しっかり。はい、ボーリング。やっぱりね、辛さを消さないと、やっぱ、マヨネーズ。お前やないか。似てるけど。やっぱり、こう、油分で、コーティングしないと、ベロ。さすが中央大学卒業。おぉ、めっちゃ言うやん。はい、じゃあ、エンドソースをかけて。まずはね、普通に食べますからね。あと、一つ言うけど、これが一番面白くない。うん。匂いかけてみようか。そうそうそう、水飲んだら終わりだから、こういうの。いや別に匂いよ。そう、匂いはね、普通なの。なんなら一口目とかでも結構余裕。ほんと後からやばいの。いただきます。いただきます。うわぁ、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 うわぁ。リプトン早っ。うわぁ、うわぁ、うわぁ。最初辛くねえとか言ってきた、もうこの右の二人殴りそう。俺もやばい。え、もういろんな人動画見てたのよ。本当にお前らねどり、最初はいけるって反応してたの。辛さ来ねえんだなと思うじゃん。もう不思議だよ。もう食いた瞬間、ブワーッ。どんどん倍になってくから。はい、じゃあ大吉さんどうぞ。じゃあ、アイプいきまーす。おー、いいじゃん、いいじゃん、そうする。うわー、すげー。ゲームじゃん。ゲーム大好きなの、俺。いただきまーす。マジ地雷だと思う、これ。あれ？ん？いける。そうでもなさそうだね、辛さ。さっきより全然楽。ええ、あー、でも辛いよこれ。来るんかい。もうトラウマなんだよ。あ、イージー、イージー、イージーだ。ああ。ひとめさん、あ、汗がもう、いや、やばい、これ汗だから全部。じゃあチョコ入れましょうか。スイートオブザキングス、チョコレート。これ全投入。全でしょ。はい、普通に痛い痛い入ってきた。パキ痛い痛い痛い。じゃあノリさんも行くということで。はい、じゃあカルボに入れます。え、ノリ正解じゃない、もしこれ。絶対それ食べやすい。正解じゃね。これ正解じゃない。うわ、ごめんなさい、ちょっとうるさかったね。これ正解じゃない。じゃあ行きます。勝ちです。いや、これさ、うまそうだよ。それは良さそう、マジで。うまそう。うわ、勝ちだ。俺は闇だ。黒ひげじゃねえか。バカが起こした奇跡のパターンだ、これ。いい感じ、ほら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 、チョコレート。カリスマと勘違いしてバカだ。辛いの前にくそまずい。じゃあ僕のモンを入れていきます。カチイクサ、カチイクサっていうノリだったけど、ちょっと舐めてみて、負けかもしれない。あれあれ。じゃあ投入します。投入。おお、どう、え、なんか、え、なんかめっちゃ美味しそうだけど、なんか塊。おお、バカ、うそ。どうなの。あ、あー、これやばい、やばい、涙。辛いね。でもマイルドにはなってる。ライフと同じ感じだとは思う。じゃあ、妖怪さん、舌をコーティングしないと、油で。おもんな。全然やってない。お前、まだの焼きそばや。おもんないから、もういいや。おい、バカ。え、おい、雑。はい、それでは交換タイムです。海苔の食ってみるわ。じゃあ俺、サボンでいくわ。辛っ。カルボナーラ食うてるやん。
めちゃくちゃうまい。ちゃんとちょうどいい辛さだと思ってました。あー辛かった。タコダメだわ。ちょっと待って、俺こっち行くわ。うわあー、俺これやばい、ダメだ。マヨネーズすごいよ。あ、マジ？だからマヨネーズさ、普通に食えるっしょ、やっぱり。顔すげえことになって待って待って、トリさん、次元2度目の鼻くそ体験でございます。お前、鼻くそのシフト多すぎやろ、最近。トリさん、24歳、頑張ってまーす。えっ、めっちゃ汚い。こんなんなってる。だから23歳で童貞なんだよ。誰がだってさ、付き合いたいって話だよ。この飯食ってる時、鼻くそ今ですよ。タイミング悪すぎやるのはやばいわ。ぶっちゃけていいですか、うん、あそこらへんやばいよ今。まあ俺寝てる時2個ぐらい落ちてる、相変わらずの心配。こんなことになってもうやめましょう、諦めましょう。ちょっと俺普通に食いたい。これ完食が難しい、一部ごく一部の地域では放送されないって感じでな。ごく一部では完食が不可能。これ食べさせてあげる。ちょっとこれめっちゃ美味しいよ。これも一緒に混ぜて食べた方がいい。あこれいいでも俺多分いけるかもよ。ほんといっちゃ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 。で、やばいやばい、シンクロナイズ睡眠が始まって急にビーナスジャパンとかじゃない。じゃあもう一斉にどれが一番うまくて甘さも軽減できたのかというね、審議です。じゃあ手を挙げていってください。はい、ゴーヤだと思う人、生クリームだと思う人、パイスだと思う人。まだないよ、ここは。まだないよ、ここはもう一部放送されるし。はい、じゃあマヨネーズだと思う人。はい、カルボナーラだと思うと。よっしゃー、マックスエンドを倒せるのはカルボナーラでした。イエーイ、アホでよかったー。奇跡で本当にね、学習した甘さを強くすればいけると思ってたから。俺甘さが大事、食えないこっちは。よう食ったよ。もう拷問だもん、うん、もうこれもこれもこれも全部食って俺ヒーヒーないんだけど。ヒーヒーは半端ない。だから総合力で勝てる、ね、ということで皆さんもマックスエンドいろんなものをかけてね、食べやすくしてみてはいかがでしょうか。しょ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお願いしましょう。もう一個買いに行こうぜ、もう一個。なんで？え？あ、どうも違う。ハハ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 ハ